女子シングル一番最初に登場するのはブルガリアの19歳ダリナ・パショバ選手です。予選は芸術点も高く4位で通過。今大会ベストを尽くすのみと抱負を語っていましたダリナ・パショバ選手です。はい、最初はバランスターンから入りました。少し崩れたのがどう点数に関わってくるか気になるところです。非常に長い手足を使う選手ですね。はい、体のラインが綺麗な選手なのでぜひ演技のエレガントさをお楽しみください。はい、 V サポートも2回転回してきました。安定感があります。はい、新ルールでは先ほどのようなアクロバット動作を演技中に2回まで入れることができます。はい、ここは3つの技を連結してきました。1つの連結につきプラス 0.1 の加点が何の点で行われます。はい、ここも連結です。そして着地の時に床を見ずに正面を見るという難しいことを軽々とやっていますね。はい、終盤足もきつくなってくるんですけれどしっかり足が引き上がっていると思います。ストラトルジャンプ。ダリナ・パショバ選手でした。演技のテーマは上昇というこのパショバ選手ですけれどもいかがでした？はい、どんどん終盤にかけて盛り上がってくる感じが見せられていたんじゃないかなと思います。非常に滑らかな演技構成で見ている人に清潔感を与える演技だったなと思います。連結技